それでは集会最後の集会アピールの採択に入っていきたいと思います。奥田さんより、半分お願いします。米軍基地 X バンドレーダー建設着工阻止 4.20 京丹後現地集会アピール案。私たちは今日地元米軍基地建設を憂う宇都有志の会スーパーの方々、全国で反基地を戦う沖縄、岩国、神奈川の仲間を迎え、兵庫、大阪、奈良、京都、滋賀、その他各地からの参加者が米軍基地 X バンドレーダー建設を阻止するため、ここ京丹後宇都農業会館に接収しました。防衛省はこのレーダーは日本防衛と住民説明会で断言してきましたが、米国上院軍事省委員会は氷河岬のレーダーは北朝鮮からの弾道ミサイルから米国グアム米軍基地を防衛するものと発表し、日本政府の嘘を暴露しました。京丹後は仮想敵国から有事の際は最初に攻撃される標的の村に指定されるのです。また160人の軍人軍属が配属される米軍基地は、沖縄の基地被害が示す通り日本の法律の及ばない差別的な治外法権のもと、地元と私たちに多大の被害をもたらします。さらにこのレーダーが捉えた情報を自衛隊が共有し、米国への弾道ミサイルを撃ち落とす目的で自衛隊のイージス艦から SM-3 を発射するなら集団的自衛権の発動であり、憲法第9条に違反します。日本政府の狙いはこの米軍基地 X バンドレーダー建設を要にして、イージス艦の母港舞鶴分港、福知山の陸上自衛隊、宇治桂の兵站基地、オスプレイ基地が予定される相場の市街戦演習場などと一体で東アジアに向けた近畿の軍事要塞化であり、東アジアの軍事緊張のさらなる激化です。安倍政権は安全保障に関わる防衛外交は政府の専権事項といって京丹後への米軍基地建設を強行していますが、私たちはそれを認めません。米軍基地建設阻止の戦いは大地も海も空も主権者は私たちだということを示す戦いであり、だからこそこの戦いは京丹後の人々の命と暮らしと自然を守り、東アジアの軍事緊張を止め、憲法改悪を阻止して安倍政権を打ち倒す確かな方法だと訴えます。京丹後の住民の皆さん、近畿全国の皆さん、京都近畿連絡会に結集されている仲間の皆さん、防衛省は耳打ち借り上げの際、地権者や周辺住民に対して安心安全を確約しましたが、昨年12月27日借り上げ後、今日に至っても住民に対して環境影響評価、日米地位協定に関わる納得できる報告は皆無です。地元の不安と怒りは大きくなっています。私たちは米軍と防衛省に、日本政府が米軍現地司令官に義務付けている日本環境管理基準による環境調査の実施と地元への報告及び当面米軍人軍属の犯罪を日本の国内法で裁ける日米地位協定の改正を強く要請します。これら主権利の要請は主権者の当然の権利であり、特定秘密保護法廃止の戦いでもあります。私たちは沖縄の戦いに学び、米軍基地撤去闘争の基本は地元の同意が最低限必要と訴えてきました。そして地元腕を買うを支えるため現地調査を重ね、昨年12月15日の現地闘争、京都市内での数度にわたる集会でも、対防衛省交渉、第4次までの署名活動、ニュースやパンフ、リーフレット、チラシなどを発行してきました。さらに、京都連絡会の仲間は、往復路約7時間かけ、玄関の中、雨と風と雪に吹きさらされながら、
十数度にわたって現地での個別訪問ビラ配布を実行してきました。一方、地元腕うかうの方々が実施した基地受け入れ撤回を求める署名活動では、ソデ市、オワ地区を除く宇川1000人の有権者のうち過半数以上の560筆を超えました。署名に応えた564筆の住民からよく来てくれたとの声をいただき、腕を買いの方々も地元で米軍基地に賛成する人はいないとさらに確信を深められたとのことでした。現在米軍へ土地提供を拒否する地権者、軍用地主は代理人を立てた一人ですが、命と暮らし安心安全が納得できなければ1年ごとの契約解除もあり得るという軍用地主がおられます。以上のように現地では一進一退を繰り返していますが、確かなことは京丹後の人々が目先の米軍再編交付金年間3億円10年間で30億円よりも子や孫に何を残すべきかを真剣に自問自答しつつ、米軍基地はいらないの声を上げ始めているという事実です。こうした情勢の中で私たちはここ京丹後現地集会に結集したのです。神奈川では米軍厚木基地での第4次爆音訴訟を、また横須賀に居座る米軍第7艦隊の護航化に反対する戦いを粘り強く戦っています。さらに岩国では基地拡張と後ヶ山米軍住宅建設反対を不屈の精神で戦っています。とりわけ沖縄では名護市長選挙で世界の人々の連帯と住民自治を背景に、海にも陸にも新基地は認めないという南根進氏が勝利しましたが、今年9月名護市議会選挙、11月沖縄市議選に勝利し、新たなオール沖縄で日米両政府に対決しなければ沖縄から基地撤去の展望は開けません。沖縄では今政府が進める辺野古埋め立て前のボーリング調査に対して戦いが進んでいます。普天間基地ゲート前では今日もオスプレイと普天間基地撤去を求める抗議行動があり、社会でも戦いは続いています。私たちは神奈川や岩国、そして全国の反基地闘争と沖縄辺野古の埋め立て阻止に連帯し、近畿全国の人々に京丹後への米軍基地建設を何としても阻止しよう、京都にも沖縄にも世界のどこにも米軍基地はいらないの声と行動を呼びかけます。この京ヶ岬宇川での地元住民と連帯した私たちの戦いは、国民人民主権から国家主権への憲法改悪を進める安倍内閣と戦う近畿における最前線です。皆さん、4月23日京ヶ岬に米軍基地を押し付けるオバマが来日します。強く抗議するとともに東アジアに緊張を煽り、特定秘密保護法で国民の目と耳と口を塞ぎ、集団的自衛権と海外派兵を目論むファッション的な安倍内閣を打倒する日まで共に戦いましょう。